人種様、では行きましょう。ああ。ここがお前の新しい職場だ。なぜ？せっかくマオマオが戻ってきてくれたんだもの。新しい宿妃が入ったことは知っているか？あなた、クスシって聞いたけど、どれほどの腕前なのかしら。そちらに最近入った下女というのが、妙に謎解きが得意なようですな。頭の回るそちらの下女が調べてくれやしないものかと。何か不可解なことはなかったでしょうか。見てもらいたいものがあるのですが。食中毒になっちまったらしくて。食中毒？これ不思議なんです。妙なつながりがあったものだな。入ってもよろしいか。やっぱり。触るな。これが全て偶然の重なり？一つ一つは事故に見えるが、もし何かの目的のためにわざと引き起こされたものだとしたら、もしかして愛は薬濡れて。偶然に見せかけられたこれらの事件が重なり合う必然が起こる場所があるはずだ。あくまで予想だ。でももしその予想が的中していたとしたら、独り言じゃなく。薬屋の少女が挑む謎解きエンターテインメント、薬屋の独り言。フフ